か。人弁、そうだね、はい。It's something to do with person、そうだね、うん。はい。で、これはちょっと見て。この感じは人弁とここ人弁だよね。でこの感じ見たことあるね。これは線です。知ってる？読めますか？ファン、ハード。硬い。そうそうそう。硬いプラス人弁、人でインディビジュアリティの意味になりました。プラスパーソンでインディビジュアリティの意味は。はい。じゃあ読みましょう。音読みはこうです。こ、アズイン、個人。個人。うん、インディビジュアル。1個。1個。うん、これカウンターだね。はい、4 things。1個、2個、3個。それから個室。個室。うん、ウィの室を上に倍。プライベートルームね。個々の。個々の。うん、インディビジュアル、はい、はい、個室はいつ使いますか？あと病院とか、あ、そうそうそう、病院行った時に、個室をお願いしますって言います。個室は一人の部屋、うん、で、たくさんいる部屋はたくさん人がいる部屋、大部屋って言います。とか、ルームフォー6 people の時は、